問題1では、はじめに質問を聞いてください。それから話を聞いて、1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。1番、男の人と女の人が話をしています。女の人はどこへ行きますか？すみません、駅はどこか知っていますか？はい、駅ですね。駅はこの会社を出て左に行くとコンビニがある交差点がありますので、そこを右に曲がると見えますよ。ありがとうございます。女の人はどこへ行きますか？2番、今は2020年です。男の人と女の人が話をしています。男の人はどの雑誌が欲しいですか？すみません。そこの雑誌を取ってもらえますか？ええ。自転車の雑誌と車の雑誌がありますが、どちらを取りますか？車のお願いします。今年のものと去年のものがありますが、どちらがいいですか？今年のものを取ってください。男の人はどの雑誌が欲しいですか？3番、駅前にスーパーが新しくオープンします。男の人はリンゴを安く買いたいです。いつスーパーに行けばいいですか？皆様、3月1日からスーパーをオープンします。1日と2日はお魚を安く売りますので、ぜひいらしてください。また最初の3日間はバナナを安くします。おいしいバナナですからぜひ買ってください。そして3日はリンゴ、5日はお肉を安くしますのでぜひいらしてください。男の人はリンゴを安く買いたいです。いつスーパーに行けばいいですか？4番、男の人と女の人が話をしています。男の人は冷蔵庫から何を出しますか？すみません。ちょっと手伝ってもらってもいいですか？いいですよ。それでは冷蔵庫からリンゴを2個とおにぎり、それにサンドイッチを取ってもらえますか？はい、わかりました。でもテーブルにもうサンドイッチがたくさん置いてありますが、出してもいいんですか？ああ、ではサンドイッチはいりません。わかりました。男の人は冷蔵庫から何を出しますか？5番、男の人と女の人が話をしています。2人はいつ映画に行きますか？
ねえ、今週映画に行かない？いいよ。何曜日にする？私は月曜日、水曜日、金曜日と土曜なら行けるけど、あなたはどう？僕は土曜日と日曜日しか行けないよ。できれば日曜日がいいんだけど、君は日曜日何をしているの？私、その日は午前中なら行けるけど、午後はもう他の友達と会うことになっているの。それなら、その日の午前中に映画を見るのでどうかな？いいよ。二人はいつ映画に行きますか？6番、ホテルで男の人と女の人が話をしています。女の人の荷物はどこに置いてありますか？私、今日このホテルを使わせてもらうんですけど、まだ時間が早いので、夜まで海を見てきてもいいですか？はい、どうぞ。それで、海に行っている間、この荷物をお願いしておいてもいいですか？もちろんです。では、この荷物は3階の315のお部屋に置いておきますね。わかりました。315ですね。それが私の部屋ですか？いいえ、お客様のお部屋は、5階の512です。315は荷物を置いておく部屋です。わかりました。ではよろしくお願いします。女の人の荷物はどこに置いてありますか？7番、男の学生と女の学生が話をしています。男の学生は何を持っていきますか？今度の誕生日パーティーにあなたも来てよ。誘ってくれてありがとう。ぜひ行かせてもらうよ。僕は何か持って行った方がいいかな？来る人はみんなプレゼントを持ってくることになっているから、それをお願い。わかった。他に何か持っていこうか？それじゃあ、もしカメラを持っているならお願い。あ、あるよ。あと飲み物とかはどう？その辺は女の人が持ってくることになっているからいいよ。わかった。男の学生は何を持っていきますか？問題2。問題2でははじめに質問を聞いてください。それから話を聞いて問題用紙の1から4の中から一番いいものを1つ選んでください。1番、男の人と女の人が話をしています。女の人は今年の夏休みにどこに行きましたか？夏休みどうでした？楽しかったですよ。僕は家族で電車を見に行ってきました。街の中を電車が走るんですよ。すごいでしょう。それは良かったですね。
私は家族で山に行きました。景色がとても良かったですよ。林さんのところは確か去年海に行っていましたよね。そうですね。でも子供がまだ泳げないので、今年は山にしたんです。そうですか。僕も来年は家族で山に行こうかな。それでは、うちの家族は来年電車を見に行こうかしら。女の人は今年の夏休みにどこに行きましたか？2番、男の人と女の人が話をしています。男の人のお兄さんには何人子供がいますか？この写真はこの間佐々木さんが行かれた結婚式の写真ですか？そうなんです。これが私の両親で、私の隣にいるのが私の奥さんです。これはどなたですか？ああ、これは私の兄と兄の奥さんです。この写真の前に5人いる子供は、みんな佐々木さんの子供さんですか？いや、私の子供が2人で、あとは兄の子供です。男の人のお兄さんには何人子供がいますか？3番、会社で男の人と女の人が話をしています。男の人は雨の日にはなんで会社に来ていますか？私は隣町から電車で会社に来ているんですが、佐藤さんはどうやって会社に来ているんですか？私も隣町に住んでいて、歩いてくるのは遠いから去年は車で来ていました。でも今年は体のために自転車で会社に来ていますよ。それはすごいですね。大変でしょ？いや、晴れの日は毎朝気持ちよく会社に来れるんですけど、雨が降った日はバスで来るようにしています。男の人は雨の日は何で会社に来ていますか？4番、男の人が奥さんと話をしています。2人は明日の夜何をしますか？ねえ、面白そうな映画の DVD を借りてきたから、今日家族みんなで見ましょうよ。あ、今日は来週のテニスの試合の練習で友達と一緒に川まで走る約束をしたんだよ。それなら明日はどう？僕はいいけど、明日は日曜日だから毎週1週間分の食べ物を買いに行く日だけど、食べ物を買いに行かなくてもいいの？買い物を昼にして夜にすればいいでしょ？それもそうだね。二人は明日の夜何をしますか？5番、男の人と女の人が話をしています。
大阪に行くのに男の人はどれくらいかかりましたか？先週のお休みに飛行機で大阪に行ったそうですね。はい、仕事で急に行くことになって社長から急いで行くように言われたので飛行機で行ったら1時間15分で大阪に着きました。それは早いですね。私がこの間旅行で大阪に行った時は電車で行ったんですが1時間45分かかりましたよ。そうですか。飛行機だと30分早く大阪に行けるんですね。私の家からバスで会社に来るのに毎日1時間かかるので、そう考えるとやっぱり飛行機は早いですね。そうですね。大阪に行くのに男の人はどれくらいかかりましたか？6番、男の人と女の人が話をしています。女の人は明日の夜何を食べますか？明日の夜一緒にラーメンを食べに行かない？どこのラーメン屋に行くの？駅前のピザ屋の前のラーメン屋はどうかな？ああ、あそこのピザ美味しいよね。ピザはどう？ピザでもいいけど、それなら学校の近くの蕎麦屋の2階のピザ屋がいいな。あそこなら一緒に美味しいステーキも食べられるからさ。あそこでもいいけど、私はピザしか食べないわよ。それでもいいかな？うん。僕はお肉が食べられれば、あの蕎麦屋の2階に行きたいな。女の人は明日の夜何を食べますか？問題3。問題3では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか？1から3の中から一番いいものを一つ選んでください。1番、長い時間コピーをしている人の仕事を代わりにしてあげたいです。何と言いますか？1、それ僕がやっておくよ。2、それ僕がしてください。3、僕を休ませてほしいです。2番、写真を写してほしくないです。何と言いますか？1、変えないでください。2、決めないでください。3、取らないでください。3番、スーパーでトイレの場所を知りたいです。何と言いますか？1、お手洗いは探していますか？2、お手洗いはどちらですか？3、お手洗いはどちら様ですか？4番、友達が
おいしいというジュースを自分もおいしいと思いました。何と言いますか？ 1. なかなかおいしいと思うよ。 2. 美しくおいしいと思うよ。 3. かくかくおいしいと思うよ。5番、お父さんに歩いてもいいか聞きたいです。何と言いますか？ 1. もう持ってもいいかな。 2. もう押してもいいかな。 3. もう行ってもいいかな。問題4は絵などがありません。文を聞いて1から3の中から一番いいものを1つ選んでください。1番、何か手伝おうか？ 1. 何がコップかな？ 2. そうだね、手伝おうか？ 3. じゃあお皿を出してくれるかな。2番、このテレビ音が鳴らないね。1. 少しの音から始まるね。 2. 本当だ、壊れたかな。 3. テレビ見てあげないとね。3番、サッカーお上手なんですね。1. はい、5歳からやってるんでね。2. はい、子供の時やらなかったんでね。3. そうですか。上に置いておきますね。4番、昨日の試合良かったよ。1. ありがとうございます。2. とても美味しかったです。3. 早く直せました。5番、車に気をつけて帰ってください。1. 先生失礼しました。 2. 先生さようなら。 3. 先生伺いました。6番、今日からお世話になります。よろしく。1. こちらからは以上です。2. こちらこそお世話になりました。3. こちらこそよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございます。これからも一緒に勉強してくれる人は、ぜひチャンネル登録してくださいね。ではまた。